基本操作のご説明をします。電源をオンにするには本体右側面の電源ボタンを1秒以上押します。タップは画面に軽く触れてすぐに指を離す動作のことを指します。スライドは画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま目的の方向へなぞる動作のことを指します。ロックの解除をするにはロック画面のスタートアイコンを右方向にスライドします。続いてボタンのご説明をします。電源ボタンは電源をオン・オフにします。音量下・上ボタンは音量を調節します。ディスプレイは指で触れて操作します。アプリ一覧はタップするとアプリケーション画面を表示します。バックボタンは一つ前の画面に戻ります。リセンスボタンは最近使用したアプリを表示します。ホームボタンはホーム画面を表示します。